さあ今選手がピッチへと入ってきました。上下紺のユニフォームがホームの鹿児島ユナイテッド。2020明治安田生命 J3 リーグ第19節、鹿児島ユナイテッド FC 対藤枝前 FC の一戦です。今試合が始まりました。左サイド安藤、早めのクロスを入れる、頭で合わせる、姫野のミドルシュート、ニュードに当たりました。久留美がボールを抑える、クロスボールが入る、ヘディングシュート、わずかに右。さあ鹿児島右サイド、枝元からホゲッチ、前に走って酒本へのボール、左サイド後ろから、前線酒本へワンタッチで左サイドに流したボール。このまま試合が終わると両チームの順位が入れ替わるということになります。さあ吉平から左サイド空いている、中には姫野が待っている、その姫野のボール左足合わせた、同点に追いつきました藤枝。あのは15番の姫野、姫野は今シーズン2ゴール目です。さあ同点ゴールの姫野から前に送る、右足のシュート、これはキーパー大西。さあ酒本、低いボール直接入った、直接ゴールネットを揺らしていきました。今スタジアムの表示では酒本のゴールがコールされています。茅沼が追っていきます、ボールを奪った、中に預けて後ろ浜フリーで打つ、ゴールキーパー杉本ファインセーブ、まだあります。中原から米沢のシュート、これもディフェンダーが体を張って抑えます。そしてここで長いホイッスル、得点は2対1、ホームの鹿児島接戦をものにしました。